こんにちは、シクロワイヤード編集部です。今回紹介するのはエリートからリリースされたスマートトレーナー用シャド再現デバイス、ライザーです。ご覧のようにフロントフォークを固定した部分が上下に稼働することでバーチャルライド内のシャドウを再現するというものです。ご覧いただいているのは手動での操作ですが、バーチャルサイクリング内では自動的にシャドウが再現されます。エリートのスマートトレーナーはもちろん他社のスマートトレーナーに対応しているため、すでにスマートトレーナーをお持ちの方でもご自身のスマートトレーナーでこの機能を楽しむことができます。またフロントフォークを固定する部分はハンドリング操作に対応しており、自然な動きを実現します。またマウント部が左右にスライドするため、ダンシングでも自然なガイドフィールを実現しています。それでは実際にズイフトでどのような動きをするか見てみましょう。まずはステアリングの様子です。ハンドルを右に左に切るとアバターも右に左へ移動していきます。ステルトスマートから継承されるこの機能の詳しくはステルトスマートの記事をご覧ください。続いてフロントフォークの昇降機能をチェックしていきましょう。ライザーとフロントフォーク、そしてズイフトの画面右上に注目してみてください。シャドウの変化に対してリニアにライザーが動いていることがわかると思います。ここからはインプレッションをお届けしたいと思います。はい、ライザーの良いところは2つあります。1つ目が自然な動きです。ハンドリングがすごい自然な動きをしてくれるので、ハンドルを切る動作、左右に切る動作でも自然な動きですし、ダンシングをした時にでも外を走っているかのような、振り心地で自然に走ることができました。で、2つ目の良いところがスプリントの安定感、1000ワットを超えるようなハイスプリントでも、しっかりと作られたデザインによって全くブレることがありませんでした。で、また前後のギミックがあることによってスプリントやダンシング、バイクが上下に動く場面でも全くホイールベースがずれることなく、すごい安定感、乗っていて怖いということは一切なかったので、安心してトレーニングにも使えるんじゃないかなと思います。そしてアプリとの連動性なんですが、すごい上下にスムーズ、タイムラグなどはなかったので、インドアにいながら外のライドを楽しめるような、外走ってるかのようなライドを楽しめるデバイスになってます。ライザーはインドアサイクリングをより楽しめるスマートデバイスとして、現在スマートトレーナーを持っている方に、拡張性を持たせて、よりインドアサイクリングを楽しめるようなコンテンツになっていると思います。